いって。え、どういうことどういうことどういうこと。それは実話です。さしです。あきです。東北のユニモーションです。です何これ本当に。何ですか何。今日はですね、お二人とも今 TikTok で大バズりして、はい、そんなにバズってないよ。もう早くも 10K フォロワーいきそうですね。まあまあまあそうだね、1万人ぐらいいきそうですね、はい、そんなお二人なら東北のいきなり大喜利をやらせても全然企画になるんじゃないかってことで。台本必要よそれは。無理だねマジで。素人なんで。いや本当に無理よ。俺もう明確にスキルがないのバレるだけ。大丈夫。一回止めてお題教えて。このままいきましょう。今回はですね、東北偏見大喜利ということで。偏見大喜利ね、はい、あくまでも偏見でいい。偏見ならできるかもしれない。偏見大喜利、あの事実じゃなくていいんで。はいはいはい、それっぽいこと言ってください。そうだね。じゃあもう早速、はい、はい、行っちゃいますか。え、に、ば第1問、はい、東北の学生あるある58位は。58位。なんだその数字は。58位。大喜利っぽいな、お題が。あ、いけるわこれ。早いですね。すごいね。いやこれきついな。ボタンをかけ割ってた押してください。東北の学生あるある58位は転校初日に肩パン対決。あ、確かに。あ、やってそう。これは実話です。偏見ではありません。やってるわ。他の南相、福島の南相馬からね、山形の天童四中という学校に引っ越したんですけども、投稿者のうちに、お前なんか強そうだな。ちょっと強くて俺書き換えるわ。東北かどうかはさておき、はい、58位っぽさはあります。確かに。え、これちなみに何勝ち負けとかある。勝ち負けやっぱ決めますか。勝ちの少ないそうですね、はい、最終的につまんなかったということで一発ギャグやってもらいましょう。一発ギャグでいいのね。はいはい、はい、秋さん、東北の学生あるある58位は学生のデートスポット全員フードコート。これは強いかもしれない。だいたいみんな、しかもイオンね。イオンのフードコート。だいたいみんなイオンね。ちょっと第1問に関しては、はい、アッキーさん。あれ、やった、気持ちいい。マジか。やったぜ。はい、次のお題いきます、はい、牛タンを注文してから来るまで2時間かかったが心よく許した。なぜ。なぜ。なぜ牛タン。牛タンですね。2時間相当なことがないと許さんよ。だってマジで東北が思いつかん。いきます、はい、すごいな。牛タンを注文してから車に2時間かかったが心よく許した。なぜ。すいません、オーストラリアに取りに来いって言われて。大体オーストラリアさんだからね。そうそう、2時間で行けないからね。絶対。いや、2時間でその理由だったらまあ許せますよね。そうそうそう、頑張ったなって。まあ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 いいんじゃないみたいな。もう全然仙台の思いつかなかった、はい、牛タンを注文してから車に2時間かかったが心よく許した。なぜ。店員が加納姉妹の加納美香だった。父やんそれ。父やん。この人大体父好きやから。いやいやいや、どこでも好きやろ。絶対父好きだから。どこでも好きだろ。今回の第2問ですね、はい、もちろん返した。ありがとうございます。よかった。1ポイント全く思いつかなかった。それではじゃあ続いて第3問、はい、伊達政宗といえば独眼竜、大谷翔平といえば、はい、はぁ、あ、むずい。二刀流でいいの。いやいや、二刀流しかないよね。これはどう外せるかですからね。二刀流がなくない。二刀流だと思うやん。これは腕が試されました。え、伊達政宗といえば独眼竜、大谷翔平といえば王冠球。え、どういうことどういうことどういうこと。もうそれはトップですから。なるほど、はい、何々王とかもいっぱいもらってますから。確かに。うまい、王冠球。うまい。よし、悪くはないんだよ。なんだよ、悪くはないんだよ。えぐいのかな。素人にやらせるんじゃないよ。これいいのかな。ちょっと待ってね。はい、音を置き去りにしてきた。伊達政宗といえば独眼竜、大谷翔平といえば二刀流が無理だと言われたことは数えきれない。でも二刀流がダメだと思ったことは一度もない。セールスフォース。おー、うまい、うまい。これね、あの CM なんですよ。いや、これは用意してきたな。セールスフォース。いや、CM です。いや、CM です。分かる人しか分かんない。この CM してる。いやいやいや。え、なになになに、なに、そんなかっこいいこと言ったら最後セールスフォースの CM みたいな。これはうまいな。これは、これはうまい。ありがとうございます。やった。じゃあ、4枚ですね。Z 世代向けに改良したリンゴの名前は？リンゴ？リンゴか。
青森とだよね、リンゴね、まあ、ちょっとそろそろうちも青森に触れないと結構視聴者が怒ってるんで、知らんのよ、青森いや正直東北で青森だけいないね、全員いんのに青森だけいない、お待ちしてます、青森の方ちょっといろいろ教えてください、うん、はい早いな、はい、じゃあ大志さんいきましょう、Z 世代向けに品種改良したリンゴの名前は、青森県産ハニャ、うまい、うまい、うまい、いやこれ結構自信ない、これは面白いんじゃないですか、あきさん Z 世代向けに品種改良したリンゴの名前はふさこれ Z 世代じゃなくてさ俺らの世代じゃない、いや Z 世代でしょ、これネットスラングの初期だよ、だっていや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 Z 世代で出てきますよ、あっきさんさっきちょっとずれてますあれちょっとずれてる、ちょっとずれてる、ちょっとずれてんのか、これは大事、やった、じゃあ第5問、こんな生ハゲは嫌だ、どんな生ハゲ、生ハゲ、生ハゲです、生ハゲ、あの追いかけてくるやつですね、生ハゲね、あーあっきさんね、先行ってなんで先行ってなんでじゃあもう行くか、はい、こんな生ハゲは嫌だ、どんな生ハゲ、めちゃめちゃブラックバイト探しに来てる働ける子は家から、俺結構好きだ、結構、ね、面白かった、いける次次第だな、いやハードル下げすぎてちょっと今こっちが構えちゃった、じゃあ行きます、はいどうぞ、こんな生ハゲは嫌だ、どんな生ハゲ、泣く子はいねえかもう泣いちゃってんの、ね、絵で来たか、そう、うまいね、これコンタクしてアッキーさんに1ポイント、よいしょ、コンタクかー、コンタク、あざっ、コンタクかー、俺の気持ちよまあまあまあ、まあ、確かに今のはそんなにぶっちぎってなかったね、ぶっちぎってなかった、うん、第6問ですね、もう6問、ギリギリ芋煮に入っていても許せるものは、芋煮、芋煮です、芋煮、はい、はい、じゃあ大志さんいきましょう、はい、ギリギリ芋煮に入っていても許せるものは、はい、コウさん入っててもわからんから、まあまあ仕方ないけど、多分入ってるし、まあまあ確かに、ああもうしょうがないもんね、交差だったら、交差だったらギリギリしょうがないよね、もう俺の回答見てよ、はい、いきます、はい、ギリギリ芋煮に入っていても許せるものは、右くるぶし、どういうことどういうこと、え芋煮、いやもう右くるぶしどういうこと右くるぶしはもうしょうがないよ、どうどうやって入るの、入っちゃうもん、どうやって入るの、どうやって入るの、うん、えなんかこうプチャって、あそういうことね、そう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 しょうがないよね、いやこれ難しいな、ジャッジで、あのノーカウントでいきましょう、ノーカウント、あドロー、ドロー、ドロー、じゃあ次で決着ってことですか、次ね、あの今3対2なんで、あ負けてる、7番ですね、はい、福島名物、はい、ママドールを毎日食べると何が起こる、ママドール、ママドールね、え早い福島名物ママドールを毎日食べると何が起こる、ママの右くるぶしと私の左くるぶしが交差するちょっと待ってください、はいはいはい、アキさんもう一回いいですよ、もう一回いいです、きついって、一くるぶししかダメですか、天丼禁止行きましょう、福島名物ママドールを毎日食べると何が起こる、労働者、労働者、ミルキー全力労働者、ミルキーになる、ダメかダメか、勝った、右くるぶしと左くるぶし交差してんねんで、こっちこっちミルキーなんねんで、ミルキーなんで、これちょっとアキさんもう一押しあります、もう、これサドンデスあり、サドンデス、サドンデス、サドンデスですか、いきます、はい、じゃあ大臣さんいきましょう、はい、ママドールを毎日食べると何が起こる、あのママドールの包み紙ってあのママドールのパッケージと間に黄色い紙があんねんけど、はい、あれで鶴量産される、あ家にも鶴ばっかになるっていう、あの黄色い紙でね、これ最後のお題やばないどん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 俺らのライフがHP がこう削れていく気がするんだけど大丈夫、これ千羽鶴だったら1ポイントでしたね、千羽鶴これね、いや変えられない、千羽鶴です、変えられない、お、はい、お、ママドールを毎日食べると何が起こる、包装紙100枚とディーン・フジオカの握手券1枚交換できる、へぇーそうなんだ違うならないんだけども、今回はドローです、ドローってことはアッキーさんの負けになります、罰ゲームお願いします、今日いかがだったでしょうかね、はい、こんなあの見苦しい大喜利を、これ絶対伸びないと思う、うん、あのさこれマジで企画言って言って、今日の大喜利練習しとこう、はい、ちょっとですね、うん、最後まで見てくれてありがとうございます、ありがとうございました、いいなと思った方はチャンネル登録と高評価コメントの方よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあね、最後閉まってからですね一発ギャグしてくれるそうなので最後までぜひご覧ください、じゃあ、はい、また会いましょう、バイバイ、小学校の
修学旅行で会津若松に行って、お土産を買ってきて帰りのバスの中の小学生のモノマネします。どうぞ。赤べこ買ったんだ。赤べこ買ってあの眠い睡魔と格闘しながら。これダメですね。